はい、戦うよ。はい、防ぐよ、防ぐよ、全部防ぐよ。はい、ここだから密集してるから結構取りやすいと思う。お、盾出た。内側から撃つことができるのか。移動できる、やば。はい、皆さんこんにちは、マーシーです。今回は新しく盾が追加されたということで、これの場所を紹介していきたいと思います。こういう動画が好きな方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは早速行ってみましょう。レッツゴー。はい、まずおすすめはですね、このマップの左上のここですね。ここの家がめちゃくちゃおすすめです。ここの家に2つあります。で、ちょっと外れたところなんですけど、ここと、こっちにもあります。ちょっとね、宝箱が、ランダムでなかったりあったりするんですけど、まあ、4つ場所がここにはあるので、まあ、ほぼほぼあるんじゃないかなと思います。まず1つ目、ここ行ってみましょう。マップルート、ここの右下の家あります。さあ、あるのかな、どうだろう、見ていきましょう。あった、ここにあります。ここめっちゃわかりやすいね。おお、いきなり盾が出てきた。いいね。そして、こっち側の家にもあります。この対角線上の家、こうやって屋根を登って、もう一個一番屋根のでかいとこ行って、ここ壊すとあります。これ2つ目。あー、次ハンマーだ。でもこんな感じでね、ここすげえ取りやすいからめっちゃおすすめ。そしてあとはですね、こっちだね。このままこう行って、この海沿いの家にもあります。マップで言うと、ここですね。すごい近いです、これ。これはここ2階入って、ここの壁を壊すとあります。はい、これで3つ目。ここね、めっちゃ白い宝箱あるからね、ほんとおすすめ。盾ありました、2個目。ハンマーと盾どっち持つか悩むよな、これ。そして4つ目はここにもあります。ここにもあるんだけど、今たまたまないね、ちょっとランダムなんで。はい、2つ目のおすすめスポットはこの辺り、シャッタードスラブスの左側のここ、マップの左下らへんかな。場所を実際に見ていきたいと思います。はい、まず1つはここ、ここの家にあります。この小屋、ここか。マップで言うとここ、ここに1つあります。お、ハンマーか。そしてここから、下に降ります。下に降りるとね、こういうでかい小屋があるんだけど、ここにもあります。こんな感じで、はい、ここだから密集してるから結構取りやすいと思う。お、盾出た、盾出ました。 あとね、ここにもあります。ここにもあります。今のところすぐここでだけど、ここに隠れてます。もう1個、3つ。はい、ここ近いからね、結構密集して開けれると思う。はい、ここおすすめスポットです。皆さんぜひここで撮ってくれ。3つ目のおすすめ場所はね、この辺りです。はい、まず1つ目、この小屋、あれないか、ないね。はい、3つ目のおすすめスポットはね、この塔にあります。あ、塔のここにあります。塔こっちから来て、入るとすぐここにあります。あ、盾出ましたね、これ。盾出た。そしてあとはこっちの橋にもあります。橋にもある。ここにあります。わかりやすいね。で、ちょっとなかったんだけどね、ここの、小屋の中にもあるんで、チェックしてみてください。はい、ここも3つ目、おすすめスポット。この、今紹介した3つの中だったら確実にゲットできると思うので、皆さんぜひやってみてください。あとはね、こんな感じで、宝箱の中にもたまに入ってたりとか、こうやって落ちてたりすることも稀にあります。はい、それでね、この盾はね、使い方が2つあって、まず1つはこうやって出して、防ぐ使い方ですね。これ逆から見るとこんな感じになってて、撃っても貫通しません。はい、で、ここにゲージがあります。40、39って減っていくんですけど、これが0になると、使えなくなってしまいます。ちょっと見てみましょう。こんな感じで光ってきて、はい、こうやって落とされます。で、これまた拾うとね、こうやって10からカウントされて体力が増えてきます。3、2、1ってなったら体力がほらこんな感じで増えてきます。で、数字がね、カウントされていくんでね、33、36って、はい、こんな感じで使えますね。で、もう1個は、持ちながら歩きながら使う技、これもあります。はい、大きく分けるとこの2つ使い方は。で、これも同じように体力が減ります。
でちょっとするとまた体力増えてきます。こういう感じで、はい。じゃこれ置いて、内側から撃つことができるのか。はい、内側から撃つことができません。なんで一回こうやって外に出てこうやって撃たないと、撃てません。で今度はこれ歩きながら撃つことができるのかというと、歩きながら撃つことはできません。一回閉じないといけません、これは。はい、っていう感じかな。でちょっとこれはね小ネタなんだけど、こう出してこれがなくなるとまた0からカウントされて10秒待ってからじゃないと増えないんだけど、これコツは、すぐ使うコツは、なんだろう、全部消える前に取ります。この辺で回収する。そうすると、また10秒カウントされずに、こっから体力が増えていくんで、すぐにね、ほら。だから、全部消える前に回収するのが、たくさん使えるコツですね。これちょっと小ネタ、ぜひ使ってみてください、これ。はい、ゼロまでいっちゃうと、またね、ここが10秒回ってからじゃないと使えないから、これおすすめ技。はい、ということで、次はいくつか、本当か嘘か噂を検証していきたいと思います。これ爆破ダメージ、防げるのか、やってみたいと思います。じゃここに置いて、まあ、この辺にいたら普通食らうよね。もっと近くにするか、この辺にするか。はい、ここにいたら普通食らうと思うんだけど、どうだろう、やってみます。ほい、やばい、爆発する。ここでどうだ、いや食らうんかい、いや食らうんかい。はい、ということで、爆破ダメージは食らってしまいます。はい、これ車につけたら超強いんじゃない。車につくのか、ちょっとやってみます。はい、これを車につけて移動してたらさ、超強くない？これどうやって投げんだろう。これを、これ無理かな、なんかいけそうな気もするけどな。なんか横向きになっちゃうな、勝手に。ここだ、おおお、着いた。でこれで乗って移動できる、やば。え、これさ、つける位置もうちょっと低かったら完璧じゃない。この辺とか、この辺につけたら完璧でしょ。おっす、あーでもちょっと低いけど、お、すごい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 、めちゃくちゃすごい。これはめちゃくちゃ強いんじゃない。これで移動したらめちゃくちゃ強いだろ、これ。これはすげえわ。車につけることできんの、もうすげえ発見だわ。これはいい使い方。じゃあ次これを、バイクにつけることができるかやってみましょう。さあ、これバイクにつけることできるかな。いきます。まあ、この辺でね。ほっ、ついたんじゃないこれ。いや違う違う違う、乗りたいよ、これ乗りたいよ。ほっ、 OK でドライブ。うお、やばこれはやばい、これはやばくない、これすごくない、めっちゃ。ほとんど弾防げるでしょこれ。え、すご、めっちゃすごいんだけど。え、すごい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 、バイクにつけて移動することできるわ。これ最強の使い方だ。お、じゃあ次は盾2つ持てるのかやってみたいと思います。ほい、あ、持てないんだ、盾は1個しか持てません。なるほどね、盾もある。盾って2つ同時にできるかやってみよう。これやって、でもう1個拾って、もう1個できるかな。あ、できるんだ、すげえなこれ。盾めっちゃ固めておいたら超強いんじゃないこれ。へえ、すご、盾の2つ持ちとかちょっと強いかも。お、やばい、これ塞いで近寄って、で変えて、うまくやって、こうやってやると OK、 倒していく。お、いる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 。いいよいいよ、はい、戦うよ、はい、防ぐよ防ぐよ、全部防ぐよ。そしてこれを思い出して出す出す出す、もう完璧だ、これは使い方完璧すぎでしょ。こういうことよ、こういうこと、こういうこと、こういうことですね皆さんはい、ということでいかがだったでしょうか。今回は守護者の盾の場所といくつか検証をしてみました。こういう動画が好きな方はチャンネル登録、グッドボタン、通知オン、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バーイ。